Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. 毎週月曜日のこの時間は松尾清のキャッチアップです松尾さんよろしくお願いします,しますよろしくお願いいたします、えー、本日誕生日のアーティストまあ、えー、国内外に結構いらっしゃいまして、ええ、例えばあのー、僕の、えー、親しくお付き合い続けてきてますゴスペラーズというグループがいますけれども、はい このお看板であります。黒沢薫さん、うんえー。本日52歳なんですね<ー>、はい。実はあの、今日の12時になる瞬間、で、一緒に乾杯してきたんですけど、その時にあの、実は4月3日に、えー、偉大な、 アメリカのエンターテイナーが同じ誕生日なんだよって言ったら、うんあのー、黒澤君は「マーロンブランドですか?」って言って「<う>マーロンブランドもそうなんだ」って僕はその時初めて知ったんですけど、えー、僕が話したかったのはドリス・デーというね、ええ、女性演ですね今バックで流れておりますこの「テセラセラ」がいう曲僕ら皆さんお気きになったことあるんじゃないでしょうか。いね、聞いてみましょう、うん <laughs> なんか新年度いい朝ね朝い聞くにもいいですねいや本当にいいですよね、うんうん、ちなみにさっきお名前が出たマーロン・ブランドさんは、まあ、2004年に亡くなってまして今生きていれば、うんえー、今日99歳だってということなんですけども、えー、じゃあ,あのドリス・デイさんは、えー、何歳かというと、まあ、ドリス・デイさんも残念ながらお亡くなりになりましたが、うんえー、割と最近まで 保存命だったんですよね。うんえー、亡くなったのが2019年ですから、つい4年前のことです。うんえー、その時亡くなった時97歳、えー。実は今年生きていれば101歳だったというドリスで、このドリスで、日本ではこのケセラセラの歌声でよく知られますけ,知られ,てますけれども、うんえー、女優としても、 俳優としても大変な人気のあった方で銀幕のヒロインでもあったしレコード歌手としても,もう超のつくスターだったという、まあ、ちょっと日本にいては想像しがたいぐらいの大きなステータス持っていた人で、まあ、あの国民的といって差し支えない存在だったというふうに。うんうん 聞いております、えー、で今、バックに流れております、センチメンタル・ジャーニー、これもまあ、有名なスタンダードですが、<え>これ、エ、え、ス、ー・ブラウン楽団という、まあ、オーケストラと一緒にやってるんですが、うん、このエス・ブラウン楽団に参加していったのが、参加したのが18歳の時ということですからね、まあスターになって長いと。 いうことになりますが、あのーまあこの楽団から独立して、えー、ソロシンガーとなり、まあ、映画デビューを飾ったのが20代の後半ですかねまあその時点で、あのー、もう、えー、離婚も結婚じゃないですよ離婚も2回経験してるっていうようなう非常にあの講師もに。 手足で20代を駆け抜けたという、うん、そういうイメージでございます。まあ、本人のこの歌声だけでも魅力的なんですが、あのー、容姿も大変、えー、魅力的でありまして、うん、あのー、特に今の、そうですね、80代ぐらいの、えー、80代以上のジャズ好きの方なんかと話してますと、うん あのー、日本における白人女性歌手のイメージっていうののかなり大きな部分をドレスデーが、ね、先ほどの,あの「ケセラセラ」っていう曲も日本ではあのケギー葉山さんですとか雪村泉さんがっと面白い日本語詞を,をつけて <laughs>、ええ、日本語詞と英語を織り交ぜて歌うという。うん あのスタイルでヒットさせてますしねそれが「タワ歌センで歌われたりだとかえしたというまああのちょっと昔の言い方になりますけれどもバタ臭いって言葉ありますよねあのー、なんか米欧米の香りが、あのー、織り込まれたものっていうのうあの人はちょ,っとちょっとバタ臭い感覚があるなんてことを年配の方よくおっしゃいます <laughs> バターのの香りがするっていうのはまさにその バタ臭いフレーバーの、その源泉に当たるようなのがドリス・デイさんなのかなっていう気が、しております。その、さっきの名前を出しましたペギー・ハ山さんとか、木村泉さんとか、えー、リチエミさんとか、まあ、場合によっては、あの、局所的には、その、三空ひばりさんなんかもやっぱり影響を受けていたような気がしますしね。で、えー、さっきからバックでどんどん一曲流してますけども、 えー「ケセラセラ」以外にも「センチメンタル・ジャーニー」という初期のヒットなんかも有名ですし、えー、あとは「うん、パーハプスパーハプスパーハプス」パプスパプスまあ「キサスキサスキサス」っていう、えー、タイトルでも知られている曲これも僕あのジュジュさんでジャズアルバムを作った時カバーをさせていただいたりもしたんですが、うん、もうスタンダードになってる曲がたくさんあります。映画の世界でもおー夜を楽しく っていう映画ではアカデミー賞の主演女優賞の候補になってましたし、うん、先ほどのケセラセラに関しても、あのヒチコックの知りすぎていたとこっていう映画の中で使われてた曲ですしね、もうケセラセラっていうのは、あの当時、世界的な流行語になったんですよね、なるようになるさっていうのが、もともとはスペイン語らしいですね。そういったあの 多彩な活動で20世紀のエンターテインメントシーンを牽引したドリスデイについてお話しさせていただきました。今僕が流れてるのはこれ雪村泉さんのアバーです。はい。なんかこういう時間帯、一日の始まりとか、まあまさに今日は新年度の、ねはい、スタートっていうところもあると思うんですが、多いと思うんですが、そういう時もなんか、はい 後押ししてくれるというか、え暖、ー、かく包んでくれるというか、なるようになるさ。そうですね。日本で言うと、沖縄のナンクルナイサね。ね英語で言うと、take it easy みたいな。うね、うんなんか、そういう言葉って、いろんな地域にありますけど。ありますね。いいですね中国語圏だとね、モーマンタイとか言いますよね。あ<ー> <laughs> そう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 。なんかこういう言葉って、今、なんか忘れられがちなところあるじゃないですか。はいはい。 なんか結果出せよみたいな、すごく脅迫観念があったりするところもあるけれども、なんかもうちょっとおおらかなね、陽気な雰囲気いろいろあるままならぬ世の中だけれども、そうそう。It's all right. Everything gonna be a l right. ていうその精神で、今シーズンも、そうですね。一生懸命やるからこそ、最終的になんとかなるよとかね。今日なんかやったら意見一致してますね。 うん、そうそう。何もやってないのに、何とかなるよ。じゃあ、ちょっと、なんかしろよっていうなるね、うん。そうじゃないよって吐き違えないように、頑張っていきたいなと。思いますね。ええー。いや松尾さん、いい選曲ありがとうございました。ありがとうございました。なちなみに、4月3日、3> はい、今日は、この後クロストークをする、山口さんも誕生日のようですよ。ちょっとそれ、情報ないですね。<laughs> うとうございます。ということで、えー、音楽プロデューサー、松尾清のキャッチアップをお送りしました。 HKT48 の矢野瀬令也です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 のももちはまラジオ局、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などで、ももちはまラジオ局と検索してフォローをお願いします。